歌手の愛さんが歌う NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディの主題歌アルデバラン。その圧倒的な歌声と寄り添うような歌詞に心を揺さぶられた人も多いのではないでしょうか。気になったので調べてみることに。本名は上村愛カリーナ。1981年11月2日生まれの現在40歳。ロサンゼルスで生まれています。家族は両親と3つ下の妹の4人家族。身長158センチ、血液型 B 型。4歳の時に父親の仕事の都合で家族3人で父親の実家のある鹿児島県に移り住んでいます。愛さんは幼少期から日本で育ちましたが、夏休みには毎年アメリカに帰っていたそうで、12歳の時ゴスペルクワイアに感動し歌手を目指すことを決意します。実は愛さん、中学生までほとんど勉強しなかったそうで、高校には行かないつもりだったところ、学校の三者面談の時先生に進路を聞かれ、母親のアメリカの高校に行きますの一言でその後の進路が決まったそうです。そして愛さんは中学卒業後ロサンゼルスに戻り、パフォーミングアーツスクールに入学。その後ゴスペルクワイアのメンバーとなり、1999年全米の1000人近くのダンサーから選ばれ、ジャネット・ジャクソンのミュージックビデオに出演を果たします。アジア系ガールズグループでアメリカデビューも準備していましたが、日本からもオファーがあり、2000年シングル「クライザスクライ」でソロデビュー、2005年シングル「ストーリー」で大ブレイクして、初の NHK 紅白歌合戦出場を果たしています。その後も「Believe」「Happiness」などがヒット。そのフレンドリーな性格で交友関係も広く、安室奈美恵、青山テルマや EXILE、ATSUSHI、JUJU とも親しい愛さん。それになんといっても和田アキ子さんからは私の子分とまで言われているそうです。そんな愛さんですが、調べてみると単なる帰国子女というだけではなく、その家族もとんでもない人たちだと判明したのです。愛さんの父親は鹿児島県の上村グループという年商100億を超える九州を中心として不動産やレジャー、ブライダルやアミューズメントと様々な事業を手掛けるグループ企業の会長で、愛さんはそんな大企業のトップのお嬢様だったんです。そして母親はバーバラ上村さんとおっしゃり、鹿児島では超有名人なのだそうです。名前の通り母親はロサンゼルスで生まれ育った、日系アメリカ人とイタリア人のハーフだそうです。講演活動やイラストレーターやコメンテーター、同期作家として活躍する地元の有名人なので、愛さんはコーターということになります。母親は父親とロサンゼルスで出会い結婚し、愛さんが生まれましたが、愛さんが4歳の時、父親が会社のゴルフ場建設を手伝うため一家は鹿児島へ帰ってきたのだそうです。しかしバーバラさんは日本語など喋れず、異国の地であまりの生活習慣の違いに離婚を考えたこともあったそうです。それでも日本を好きになる努力をして、38歳になってから起業、ダンス教室に英会話とスポーツジムも併設したアメリカンスーパーシェイプを創設、48歳にして個人事務所オフィスバーバラを立ち上げています。どんな時も笑顔を絶やさず明るく優しい母親のことを愛さんは大好きで尊敬しているそうです。愛さんには3つ下の妹さんがいます。上村幸、ニーナさんとおっしゃってアメリカでカメラマンをされているそうです。母親の血を受け継いだのか、幼い時からアートに目覚め、15歳の時に渡米してロサンゼルスのアート高校へ進学。その後日本の高校を卒業後、東京で音楽関係の仕事に就いたのですが、3年後夢を追って再び渡米します。2006年にはニーナを217に置き換えたブランドを立ち上げて、 GU からコラボ T シャツを出しています。2008年には子供服ブランドの
新中リーナキッズも立ち上げています。それに姉や他のアーティストのカバー写真も多数手掛けたニーナさん、すでに結婚もされていて、旦那さんはジュエリーデザイナーなんだとか。愛さん自身も2014年に交際期間10年を経て結婚しています。そのお相手とはコラボ音楽集団皆既月食のヒロさんという方です。あまり馴染みがない方ですが、ロック業界でも有名な内田裕也ファミリーの中心的人物だとか、業界ではかなりの有名人らしいのです。二人の馴れ初めは2003年のラジオでの共演だったそう。なんと二人の結婚保証人はもちろんあのロッケンローラーの内田裕也さん。二人に送った言葉はひょっとするとシャキナベイビーだったんでしょうか。しかし夫のヒロさんですが、実はとんでもないレベルの家に生まれていたんです。ヒロさん、本名を野口博之さんとおっしゃり、1967年生まれの53歳、愛さんとは13歳差で、学歴は明治大学附属高校中退。アメリカに留学して、その頃にハードコアを目の当たりにして強い衝撃を受けたそうです。ヒロさんもその筋では超有名人ですが、実は実家が桁違いの富裕層なのだとか。実家はハワイでレストランチェーン店を経営しているそうで、さらには旧財閥の日鉄コンツェルンの中心の野口家ゆかりの家系なのだそうです。その日鉄コンツェルンについて少し調べてみると、1906年創設者の野口淳が日本窒素肥料を設立、石灰窒素硫胺の製造に成功し拡大します。その後人権工業合成アンモニアの製造にも次々と成功して、朝鮮にも進出し巨大化。工業中心の財閥を形成して、設立者の名字を取って野口財閥と呼ばれていたそうです。しかし第二次世界大戦の敗北により総資産の 90% を没収され、戦後の財閥解体で解散したそうですが、現在も積水化学や旭化成などの大手関連企業が残存しています。なんと夫のヒロさんはその華麗なる血脈の継承者なのです。あまりにもスケールが大きすぎて想像がつかないほどの話です。愛さん、旦那さんのルーツを調べているうちに出てきたキーワードが戦争という言葉。実は愛さんの両親の家系を遡ると、同じようにその戦争によって壮絶な系譜を刻んでいたのです。母の上村バーバラさんは、父が日系アメリカ人で母がイタリア人だと言いましたが、愛さんの母バーバラさんの曽祖父夫婦は静岡県出身の日本人だったのです。結婚後二人は渡米しましたが、子供に日本の教育を受けさせるために母子たちだけが帰国。その後父からの仕送りがなくなったため、祖父が父を探しにアメリカに行ったところ、曽祖父はすでに別の女性と暮らしていました。そのため親子の縁を断ち切って、そのままアメリカで働くのですが、期せずして戦争となってしまうのです。その時米国国籍があるということで、祖父が徴収されたのが442連隊でした。442連隊は過酷な戦場に投入され続けた日系人部隊で、その活躍とは裏腹に日本人ということで、さまざまな苦い思いをしたそうです。終戦直後、祖父はイタリア人の祖母と恋に落ち、結婚した二人にできたのが、愛さんの母のバーバラさんでした。家族は日系人家族ということで、苦しい生活を強いられたそうです。しかし、バーバラさんの幼い記憶に残る祖母は、どんな境遇の人にも笑顔で話しかける。祖母の姿が強く残っているのだとか。だからなのでしょう。愛さんの父親と出会い、言葉もわからない日本での生活に疲れ、身も心もボロボロになったバーバラさんに、こんな言葉をかけたのだとか、その国を好きになること、その国の人を尊敬すること、そのためには、その国の文化や伝統を、
勉強してください。そんなアドバイスをくれたそうです。そのポジティブさはしっかりと、愛さんたち子供に受け継がれていますね。愛さんとヒロさんの間には、お子さんが二人いらっしゃいます。その名前がとても彼女らしいと、話題になっていました。2015年に生まれた長女の名前は、平和ちゃん。そして、2018年に生まれた長男は、白亜ちゃんなんだとか、愛情深い愛さんらしいですね。2021年、年末の NHK 紅白歌合戦に、5年ぶりに選ばれた愛さん。実は、アルデバランは自作ではなく、森山直太朗さんの作詞作曲です。実は、愛さんのメイク担当者が、彼の母親の森山良子さんも担当していて、小さい頃の彼のこともよく知ってる中で、そんな彼に、今回の連ドラの主題歌を、彼には連ドラ用だとは告げずに、依頼したのがアルデバランでした。だから、純粋に、愛さんのために作った曲でした。この曲を受け取った時、愛さんは、やられた、と思ったくらい感動したそうです。こうやって見てくると、ルーツや家族だけでなく、愛さんを取り囲むいろんな愛が、彼女のあの情感豊かな歌声になっている。そう思えてなりません。これからも応援しています。それでは次回またお会いしましょう。